ちは、BA チャンネルの BA です。今日も見てくださりありがとうございます。先日中古のリース台を2つ買って、白と黒に塗り直し、白い方はマーガレットレッピンのリースを作りました。そして今回は黒いリース台に葉差し苗を使ったリースを作っていきます。最後までよろしくお願いします。この白ボタンや春萌えなどの葉差し苗は、去年の10月にこのプラグトレイに植え替えたものです。これらの葉差し苗と寄せ植えに挿しておいたセダム、そしてこちらのカット苗を使ってリースを作ります。前回も使ったキッチンの水切りネットは、そのまま使うとブルーの色が目立って大変でした。なので今回はリース台と同じ黒く塗っておきました。底の部分に水切りネットを敷いたら、水苔で土止めを作ります。新品のリース台には麻布などがついてきます。これはメルカリで安く譲っていただいた中古品なので、フレームのみでした。いつものように土を入れてオルトランを混ぜたので、早速作っていくことにします。最後の方になると入れるのが難しくなるので、最初にグリーンネックレスを刺しておきます。自然に生えている根の少し上でカットしてきました。あ、そうそう、その前に釣った時にどこが一番上か確認するのを忘れていました。方向を頭に入れておいた方がいいですよね。根っこが土に埋まるように刺したら、枝をなるべく土に触れるように置いていきます。そうすることで土に接している部分から発根しやすくなります。前回のマーガレットレッピンのリースの時は対角線上に植えていきましたが、今回は小さめの葉差し苗を敷き詰めるように植えていきたいので、上から順番に植えていこうと思います。苗を一つ植えるたびに根元に土を追加しながら詰めるように植えていきます。葉差しの途中には準備したセダムを織り交ぜて、バランスを見ながら植えていきます。小さな葉差し苗を植えていくので結構時間がかかります。同じような作業が続くので、途中カットしながら進んでいきます。今回使っている葉差し苗は、白ボタン、春萌え、名月、マッコスなどです。
そしてカット内の方はブロンズ姫、姫修霊、修霊、虹の玉などです。セダムは白花タイトゴメ、コーラルカーペット、ミルキーウェイ、ブレビフォリウムです。寄せ植えにセダムのカット苗を植えると、時間が経つにつれてセダムだけがお水が足りなくてしなっとすることってありますよね。そんな時はセダムを刺したところだけ部分的にお水をちょろっとあげたりしていますけれども、こうして多肉ごとの合間にセダムのカット苗を刺しておくと、根付きのセダムが使えるので便利です。一番最後になってしまいましたが、庭からカットしたブレビフォリウムを刺して完成です。このリースを作り終えて、残った葉挿し苗とセダムはこれだけあります。セダムの方は使った分だけ新しくまた刺しておこうと思います。次回の動画は水苔を使った寄せ植えの水やり方法をご紹介します。ご覧のような水苔を使った吊り鉢が、水をやってもやっても多肉がカラカラなことってありませんか？水苔は乾くと硬くカチカチになってしまいます。そんな時に我が家でやっている水やり方法です。次回の動画もどうぞお楽しみに。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。今回も最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。